はい。じゃあ、亀岡です。今日はですね、週末編ということで、まあ、特別動画ですよね。スキルとかマインドとかですね、株、それから資産形成のですね、勝ち方ですね。それから僕はですね、25年間、うん、投資とかね、資産形成をしてきた中でですね、皆さんに伝えた方がいいですね。えー、そういったコツなどをですね、えー、毎週ですね、お届けしてるんですが、今日はですね、その週末記念すべきですね、特別動画ということでですね、週明けですね、4万円いきます。もうこれ多分いきますよ。 先物ね、上がってますからね。まあ、4万、うん、100?200 円からまでいってんじゃないですかね。えー、先物今日見た段階ではですよ。なので、えー、そのですね、中でですね、6億リビトですね、えー。6億円を株式投資で稼いできましたけども、そのですね、最大の、まあまあ、心得と言いますか、これは絶対に外してほしくないということですね、話したいなと思っております。それから僕は相場歴25年になるんですが、その奇跡ですよね。まあ台本一切なしで。 話しますので、どのような形でですね、えー、この25年間、株式投資と相見舞えてね、戦ってきたのかと。で、どんなね、経験とか失敗をしてきたのか、来たのかということをですね、今日は特別に話していきたいと思っております。こういったね、えー、チャートも用意してありますからね、この25年間の軌跡ですね。えー、まあね、えー、だから、やっぱり、ね、僕も会社経営も16年間やってますけども、 やっぱりその成功者の成功体験とかエピソードですよね。を聞くよりも失敗体験とか、どのようなプロセスでですね、その成功の道のりを歩んできたのかとかね、企業からえそのね、アーリーステージに行くまで、そこでおそらくですね、どの会社も一旦はね、幹部が辞めたりとかして、社員がですね、入れ替わる時期があるんですよね。そして、まああのね、中ぐらいでは、まあいわゆる、まあ、 いわゆるリハン社員って言いますかね、が出るものなんですよ。とかね、まあそのトラブルような社員さんですね。まあこれは言い訳を置いといて、必ずそういった奇跡を歩むものなんですね。あの、確かね、えー、成功者の告白だったっけな、神田正則さんってね、結構有名な作家さんがいるんですよ、ビジネスのですね。成功者の告白って言って、えー、必ず経営者が歩むべき、歩んでくるですね、その 黄金律って言いますかね、えー、そういった本をいさずにまとめた、えー、ものがあります。非常に良い本で、必ずですね、経営者、まあ、10年以上やってる経営者だったら、絶対にそのプロセスを、もう法則ですよね、えー、歩む、もう間違いないです。うん、っていうね、えー、本、おそらくね、でもこのチャンネルのですね、視聴者の方は経営者とかね、ある程度、まあ、資産を持ってる人も多いので、読んだことあると思いますね、成功者の告白って。 だったと思いますすけど、タイトルがね、ね、神田正さんの、まあ、そこにはです、ね、企業からまずありありで中堅中堅と言いますかねある程度年商1億円ぐらいになって会社が安定する頃ですねそこからまあ次のフェーズですよね3億10億と上っていくための次のですねそのステップであったりとか課題みたいなものが、えー、その小説風にですね書かれてるんですけども、まあ、中盤でですね、えー、まあその安定期に入る直前ぐらいでですね 必ず、うん、まあ、トラブル、社員が出ると。まあ、うちも出ましたね。うん。それは、まあ、二つ理由があると思いますね。急成長を狙うからですよね。で、急成長を狙うときっていうのは、これ、ちゃんと株式投資の話にも、お戻りますからね。えー、急成長を狙うときっていうのは、まあ、面接が曖昧になるんですよ。で、あとは、創業メンバーっていうのはね、えー、まあ、昔から、って言いますか、あ創業機能、まあ、小さいオフィスのときからね、一緒に飲み交わしてですよ。自分の理念とか、マインドとか、 何があっても食わせると。みたいなことをね、僕もありましたからね、小さな5畳ぐらいのオフィスですかね、僕の会社のスタート時期はですよ。しかもね、今だから話せますけど、え当時ね、北千住に僕は住んでて、北千住の 2K の一室を提供したんですよね、会社に。で、奥で寝泊まりするっていうですね、まあ、そんな生活を送っていました。で、ね、北千住なので知っ,ての知ってる人は多いと思うんですけども、荒川があるんですよ。じゃあその土手にね、社員を呼び出して、 そのゴールですよね。えー、ゴールとかって言いますか、サッカーのグラウンドのそのゴールを見ながらね、ここにベンツがあるんじゃないですか、座って、俺はその、その時もまあ、その食べるのが精一杯なんですよ。今から16年前ですよ。う創業期だからね、えー、本当に、ね、物もない、金もない、人脈もない、金、ね、時間だけはあるみたいな、あと若さのエネルギーだけはあるみたいなね。そんな状況だったので、 このね、ゴールドをこう見ながらですね、えー、俺についてきてほしいと。今は非常に苦しいし、もしかしたらね、来月給与払えないかもしれないと。約束したね。その時は僕はあの、毎月4万くらいしかもらってなかったですからね。会社から給与ね、えー。で、まあ社員の給与を優先したとしても、ちょっと払えないかもしれないと。それでも、必死に今ね、えー、当時は3人の社員がいたんですけどもね、えー、もう一人の営業、まだ帰ってこないよなと。今、必死に営業してるから、なんとかここは危機をね、一緒に乗り越えてほしいみたいなことをね。 え、話していました。まあ、そんな創業期のメンバーというのは、まあ、ちょっとや外のコツやね、まあ、離反したりとか、まあ、なかなか裏切ったりはしないものですよ。一緒に釜の飯を食ってきた声優ですからね。ただ、ま、中堅ぐらいになりますとね、えー、1億円を超えてくらい、ぐる、くるぐらいですかね。えー、えー、まあ、まあ、わかりやすく言うとトラブルの社員が増えると。これは急成長を狙うから、そのようなね、釜の飯を一緒に食ったようなことをしないですし、何より自分のマインドをね、積極的に話せなくなっているんですよ、経営者っていうのはね。 もうそのリーダーに任せるって言いますかね、幹部に一部それは、まああの、頼むわみたいな、うん。俺はそれどころじゃないしみたいな。まあ、天狗になってるところもあると思います。本当はね、マンズーマンで一人一人の社員に、えー、ね、えー、面と向かってですよ。俺のマインドはこうなんだとか、君の、まね、やりたいことはどうなんだとか、一緒に会社でね、大きくしていきたいとか、うん、仲間を助けてほしいみたいなことを一人一人話すていけばね、実はあんまトラブルって。 なないはずなんですけどもまあともう一つね、えー、これが大きいと思うんですけども、成長期に入るととにかく人手が足りないんですよね。で、そういった時には、大した面接もしないで、経営者がね、一本ずりでポン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 採用し始めるんですよ。皆さんの会社もあると思います。また社長、大した面接しないで、取ってきましたよね、みたいな。で、大丈夫だよ、みたいな。なんとかなるから、みたいな。で、で、取ってきたらいいけども、じゃあ,あとね、頼むは教育。うん。あの、任せたね、みたいな。で で、自分は教育もしないし、えー、哲学とかね、マインドも伝えないと。で、現場も疲弊するし、えー、入ってきた社員も、お、ね、一部ね、本当はね、えー、別に会社に貢献しようと思ってない社員も、おちらほら出始めて、大きなトラブルになるみたいな。まあ、こういったパターンね、えー、必ず起こります。で、これはね、株式投資にも、これは話しますけどね、通じるところがあって、はじめは慎重に、 おっかなびっくりやってるわけで,すよでまあちょっとでもね、えー、月5万円でも稼げればまあいいなとかね、えー、10年まあかけてまずは2000万目指そうとかね、えー、そういった気持ちでやってると思うんですけどもだんだんですね、うんまあ、虎をかぶると言いますか、うん、こうリスクをねリスクじゃんと思わなくなるともっと稼ぎたいもっと早く稼げるはずだといや俺ならできる俺だからこそできるみたいな形でね、えー、変わっていくんですよ こういった、まあ、革新メーターですね、えー、ものが自分の中に芽生え始めまして、過剰にですね、資産を追い始める。もしくはね、ツイッターとかでね、今 X って名前変わってますけども、おね、2億1000万いきましたみたいなその画面キャプチャーを見せられてですよ。これが本当だと信じ込んでしまうってね、まあ本当かもしれないですけど、9割嘘ですから、安心してください、うん。僕もね、結構そういった、ね、X とか見ますけども、 まあだから何なんだって話ですし、そんな画面ショットいちいち信じなくても大丈夫ですから。ただやっぱりね、えー、もう周りがこんなにね、えー、個別株で稼いでるのに、果たして自分はいいのかと、もっと早く稼げるんじゃないかという形で焦り始めて大きくはしごを踏み外してしまうということが起こるんです。会社系であれば大きくね、えー、成長を目指してしまって、現場がまだまだその慎重に採用していきましょうとか、その 教育するんだったらね、心情を入れて、責任を持って教育をしたいので、ちゃんとマニュアル作りから始めましょうよ、社長って言ってるのに、ね、大丈夫だ。俺が取ってくるから、みたいな形で、まあね、どっかの交流会行って、えー、若い子を口説いて、えー、もちろん手は出さないでしょ。一応、僕は社員に手を出すことは一切ないですからね。これはもう僕のポリシー、まあ当たり前ですけど、まあ、社員に手を出せる社長とか言ったらもう殴りたくなりますよね。それは違うだろうと、いうふうに思います。責任を持ってね、えー、育てないといけない。子供みたいなもんですからね。 子供に手を出そういなんかね、最低ですからね。まあそういうのはちゃんと切り分けてますけどね、そこの講師は。でも、やっぱり交流会とかいてね、えー、まあ絶対君うちに入った方がいいよってなるんですよ。うん。まあ天狗になってるし、人手が足りないしね、もっと成長するためになってなって。で、マリアルとかね、作りって、ちゃんと教育の仕組みを作りたいっていうね、社員を内科書にして、新人を取ってくると。こうなってくると、まあ現場が疲弊し始めると。で、これもやっぱり歪みですよね。うん。本来もっと、 もっとゆっくり成長していくべきところを、そうはしなかったと。で、神田正里さ,さんの方はね、その辺が全部書かれてるんですけどもね、おすすめですけども、まあそういったことをね、え今日は話したいなと思ってます。じゃあどうすればいいのかってことです。うん、株式資でじゃあ本当に多く、まあ僕みたいに6億円のね、資産を、えー、25年か,けかかりましたけども、気づいていこうと思ったら、 この3つの言葉を覚えてくださいっていうのをね、最後に話したいなと思っております。ということで、まあ本編の方に移りたいと思うんですが、今日もこのスピードで終末編なので話しますから、ぜひ2倍速で聞いてくださいね。で、まずは投資をね、えー、まあ反発をして4万円目前、あと10円っていうところでね、えー、月曜日を迎えます。まあ実際にはちょっと下がったんですけどね、39,862円ですね。ただまあ先物はもう4万円突破して、えー、いますから、これは行くでしょう。だから、月曜日はもうフィーバーじゃないですか。 もうね、メディアも個人投資家も X も YouTuber もねえ、こぞって、えー、ワンサと騒ぎ立てると。いや、これでいかなかったら、ちょっとね、がっかり感が半端ないですよね、うん、とは思ってます。米国が下がっても行くと思いますね、先物がね、うん。まあ、相当騎士が月曜日に朝からなんか臨時会議開いて消費税アップしますとかね、<laughs> とか、あとはね、えーまあ、あのいわゆる、 まあ、あ兄さんも始まりましたし、そういったね、分離課税の20%、あまあ20パー、20%で、株式投資の利益の20%パーの税率を、えー、30%にしますとか、そういう全く、あの、空気読まない、空気読まない喫士が、急に月曜日に、この4万円達成目前で空気読まない発言をしてきたら、あれ、なんか、それは起こんないですけどね。えー、まあ、やりそうだから怖いんですけど、まあ、そういうことがない限りは4万円いきますよ。なぜかというと、先物ですね。えー、もう、米国株のね、先、えー、先物も,も上がってますし、今のところですね。 えー、日経平均の下げ物が236円高で4万、うん、飛んで183円まで上がっています。だからまあねそ、そういうことがない限りは行くとは思います。うん、いや、行くでしょう。行きます、うん。もうここで断言します。責任取れないけどね。うん、で、この辺についてはね、じゃあ今日は僕のですね、25年間の相場の、まあ、歴史ですよね。話したことないんですよ。YouTube で。実際には。僕の追い立ちについてはね、ちょくちょく話したことありますけれども、お その相場歴の25年間については、ほとんど話すことがないので、それについて話していきたいなと。あと、そうそう、なんでこんな格好してるのかと思うと思うんですよね。今日はちょっとね、いつもよりも、色気満載じゃないですか、上岡さんっていう声がね、聞こえてきそうですね。うん、あの子、結婚しちゃいましたけどね、ゴートダーンに出てた。<laughs> まあ、マニアしかわかんないと思いますけども、おーい、みたいなね、そういう子いたんですよ、アイドルで。でね、えー、今日はね、なんとね、えー、東京ドームの横の施設でね、えー、資産、うん、運用エキスポかな、 に呼ばれまして、パンローリングさんにね、えー、ここで講演をしてきました。ほぼほぼ,ほぼ10時からだったんですよ。一発目のね、ゲスト講演者で。ほぼほぼ満席でしたね。で、その後、まあ、その、握手会って言いますかね、えー、ちょこっとやりました。で、そこでお会いさせてもね、何人かいらっしゃるんじゃないかなと思っています。 まあそこでね、えー、まあ講演をしたので、その後またね、えー、この後アフターパーティーがあるので、えー、ちょっとこの格好のままお届けさせていただいてるんですけども、ちょっと色気満載で申し訳ないなと思うんですけどね。で、参加者の人がね、なんか、上岡さんって出てきてね、いつも見てますみたいな。上岡さんなんか、実際にお会いすると、意外とかっこいいですねって言っていただいてね、いやいやいやい、やと、本当に。まあ、日本語難しいなぁと思います。意外とかっこいいんじゃなくて、上岡さん、実物もね、えー、やっぱりかっこいいですねと。 ね、日本語も、ちょっと手にほら違うだけでね、全然、あの、意味の捉え方が違いますのでね。カ田さん、やっぱりかっこいいですね、と。そこはね、言ってもらわないと、うん。もっとかっこいいですね、ぐらいじゃないとね、と思ってますが、まあ、冗談、さておきね、えー、まあ、こんな講演もしてきまして、で、今日の本題ですね。うん、何かというとですね、そう、今ね、僕が株式投資を始めたのって、ちょうど2000年なんですよね。この IT バブルがちょうど始まる前夜ぐらいですね。 ここから25年かけて僕は資産6億円にしてきました。で、今日はその振り返りをね、して最後に6億円を稼ぐための3つのアドバイスですね。しようと思うんですが、まあね、やっぱり25年やってるといろんなことがありました。特にこの IT バブルのね、えー、その前夜っていうのはね、小泉政権になって、えー、ここからね、日本を変えていくぞという機運が高まったんですよね。まあ実際小泉政権にとってはね、そのまあいろいろ良くないことも言われてますけど、当時はみんな、 小泉さんを支持してましたからね。で、その一致団結して、その盛り上がったわけですよ。日本がここから変わっていくんだ、みたいなね。で、自民党をぶっ壊す、みたいな。<laughs> 聞いたことあるフレーズですけどね。実際そういうこと言ってますよね。うん。で、それに、まあ、みんなが、えー、まあ心躍、心を踊らされて、そしてそのね、日本を変えていくんだって機運が高まって、バブル後最安値をここでつけたのかな。まあ、実際リーマンショックの時が7000円ですけども、まあ、この時もね、7800円くらいつけて、 まあ最安ぐらいになったわけですよ、す割れしますからねでここで僕は株式投資を始めたんですよ。なぜかというと、当時は僕はあのテレビに出入りをしている放送作家だったんですよね。で、まあ、先輩たちがね、株式投資をして始めた頃で、なぜかネット証券とかね、非常に えー、まあ、その、始まったばっかりで、本屋にね、その、ネット証券のいろいろ始め方とか作り方とか、今であればね、兄さんの作り方、始め方、始め方って本がいっぱい並んでると思うんですけども、当時はそれがネット証券だったんですよね。で、株ブームがまさに起ころうとしていたわけですよ。このね、バブル崩壊から、いよいよ底をつけてね。で、それにと同時にですね、えー、まあ、IT バブルが始まっていきます。で、 堀江門ですよね。が、えー、その、一株をね、千株とかだったかな、百株、千株、もう、当時はね、とにかくベンチャー企業は調子乗りまくってましたね。うん、まあ、みんな堀江門に続けってことで、その、株式分割をしていくわけですよ。一株を百株、百株を千株、千 <laughs> 株はさすがになかったかな、なんかあっては記憶もしますけど、記憶もありますけども、死んじゃいますかだって、皆さん。自分が持っている株が、翌日のは百株になって、その翌日にはさらに、よいよいまた百株分割だから、千株になっていくわけですよ。 で、これがね、えー、錬金術だと。当時のホレーモンは言って、えー、他のね、えー、いわゆる、ベンチャー企業の社長たちも続いていくわけですよ。今思えばあれはバブルだったんですよ。うん。それで、個人投資家が、いや、どん,どん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 、要はお金が増えていくよと考えるわけですよ。実際に増えてないんですよ。うん。なんらね、えー、全く、まがいもので、えー、錬金術ですからね。すべて滅キなわけですよ。ただ、その保有株がどんどん増えていって、そこにまたね、すげえって言って、個人投資家が群がるので、結局、 株価も上がっていくと。で、ね、ライブドアもぐん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 上がっていくわけですよね。で、当時はもうみんなそれで熱狂して、ライブドアも含めてね、いろんな IT 企業にいい投資をしていたわけですよね。ネットイヤーとかね、ありましたよね。ネットイヤー、今まだありますけどもちろん。あとなんだ、メンバーズ、ナンバーズだったかな。それからもちろんね、今、あの、GMO とかありますし、サイバーエージェントだった走りでしたしね。えー、あとドリコムとかね、当時最年少記者庁でしたっけね、当時覚えてますよ、僕もね。 で、そっから、僕も投資をして、どん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 持ち株がね、えー、もう、うなぎのぼりで、皆さん今、同じ経験していたわけですよ。当時ね、僕もまだビキナーの1、2年ぐらいの投資家でしたけども、お資産が増えてるわけですよ。こんな楽勝なゲームあるかなって投資をすればするほど、どんどん資産増えるじゃんって。楽勝、もうこれは億万長者間違いないなんて、いなね。もうそんな気持ちでいたわけですよね。で、当時、当時 X とか YouTube な,ないですからね、えー。情報源は全部ブログでした。 日本プログラム村っていうのがあって、そこでね、こう、ランキングが発表されていて、まあ上から順番に見ていくわけですよね。で、えー、まあそれを見ながら、まあ株式投資の流れとか、えー、まあね、えー、まあ推奨株っていうんですかね、おすすめ株とかを,を調べたりとかしています。あとは投資の手帳,手帳とかね、ダイヤモンドイズとか、えー、日経マネーとかね、そういったものを見ながら、えー、まあ日々学んでいくと。だからこのようなですね、YouTuber さんが発信するような教育体制って言いますかね、えー、なかったわけですからね。うん。 自分で、まあ、その本を読みながら、あその学んでいくしかなかったわけです。だ僕はね、あの、書店に行って100冊ぐらい、歌舞伎当の本を、まあ、リアルに読みましたね。まあ、その中に100冊に読むと10冊ぐらいの名書みたいなものがあるわけですよ。で、そういうものを参考にして、えー、まあ、あとはやりながら、実践しながら、えー、技術を磨いていったと思います。ただ、でも、初めはね、まあ、天狗になってしまったし、皆さん誰でもね、一度は、まあ、これ再現性ありますから、失敗も成功もね、 冒頭で話した会社系と同じような形で、天狗になってですね、まあレバレッジ、えー、3倍ですね。3.3倍のところ3倍ぐらいあって、まあ信用維持率もですね、まあ50%か、まあ45%ぐらいになっていたと思います。やばいですよね。やばいですからね。<laughs> まあでも、これはね、でもまあども経験するしかないのでね、うん、僕がいくらこれを口酸っぱく話したとしても、 まあその怖さを実際にね、うん、いずれ訪れますから、その時に <laughs>、ああ、亀岡さんが言っていたことって本当だったと思うんですけども、今はね、わかんないですよ。結局。だってね、そこまで信用維持率をね、えーまあ、犠牲にしてでもやらないと、儲け損なうと思ってるわけですからねで。実際にしばらくは儲け損なうかもしれないのでね、僕は言って稼げ、稼げね、えー、その損したと思われたくないので、ただまあ、信用取引はなんか、まあ、 危険ですよということは、まあもう口を酸っぱく言わさせてくださいと。で、僕はここでね、まあ信用レバレッジもかけて3三倍のとこ三倍ぐらいにですね、もうとにかくうフルレバでいました、うん。この経験があるから僕は信用取引に対してある程度恐怖があると思います。ただここでね、えー、ライブドアショックがバーンって来るわけですよ。ね、えー、ホレモンがのところにガサ入れでね、えー、入ると。で、もうこの時はね、もう本当に一気に毎日毎日ですね、 保有していた IT 銘柄が紙くずになっていくわけですよ。実際にライブドアはね、紙くずになりますよ非常に浄化したと思います。で、一気に、この7000円ぐらいまでですね、株価が、えー、18000円ぐらいまでつけたのかな下がるわけですよね。で、僕もおここでお衣装を食らいます。二度お衣装を食らいますね。いや、あの恐怖と言ったらないですからね。うん、あれ、まだ大丈夫だ、まだ大丈夫だと思っていたのが、えー、ついにですね、 その、どん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 、おまあ、なくなっていくわけですよ。信用維持率がですね。で、33%だったかな、ぐらいになると、お衣装発生でね、アラートが出んですバーンってね。で、追加資金を入れてくれない、入れないと、お勝手に損切りします。二日以内なんですよ。ルールはね。で、えー、もう強制ロスカットですよね。でそ、強制ロスカットされると困るわけですよ。なぜかというと、おね、えー、 つまり、その自分の、その今、含み損のが多いわけですよ。だって、ここからね、1万8000円から急に7000円まで下がったわけですから。これリーマンショックですよね。リーマンショックが同時に起こったって形ですかね。で、それはもう非常に困るということで、どんどんどん資金を注入していくわけですよねえ。今日は200万、次は100万、次は50万みたいな。もうないわけですよ。で、もうないってなった時どうなるかというとですね、これ、あ、そあとリーマンショックの後で、この後です、ね、IT バブル崩壊の後に、 リーマンショックが来てるわけですね今ここはそうですね。この山はリーマンショックです。ごめんなさい。うん。で、リーマンショックの時に、まあ、えー、僕は二度お衣装を食らってですね。でも、当時に付き合ってた彼女にですね、頭を下げるわけですよ。お金を貸してほしいと。もう今あったらですね、もう土下座して謝りたいですね。まあ、若いっていうのもありましたけども、まあ、とにかく、まあ、お衣装を食らってですね、もう自分の入金するお金がなかったんですね。で、この時はね、だからもう本当に8000万ぐらいまでね、資産が膨らんで、 もうウウだったわけですよ。無敵キングですよ、無敵キング。もう俺は株式投資は絶対負けねえみたいな形で、まああの当時を振り返るとね、えー、ちょっと集めてね、当時会社やってましたので、俺は株式投資の勝ち方教えてやるみたいな。ホワイトボードで、こうなんだよみたいな。こうだろみたいな。で、えー、当時はね、えー、なんかその75日とか、ね、あとは、えー、あれですよ、ボリンジャーバンドとかね、解、え、説、ー、をしながら、今、ね、あの、ボリンジャーバンにね、 あの、こういったバンド王が始まれば、もう絶対上がり続けるから、みたいな。間違いないから、みたいなことを、公爵垂れてたんですけどね。まあ今思えば、うん、それが天狗の、まあ一丁目ってますかね。そのピークだった時ですよ。で、ここから崩れて、もうね、えー、資金が入金力がないと。おね、その貯金がもう全部ないと。株式当資に全部ね、振り飛ばしてましたから。で、当時好き合った彼女にね、頭を下げて、まあちょっとだけ貸してもらってね、それで入金すると。 これがね、えー、リーマンショックの最後ですね。で、これで、えー、もう、ね、お衣装アラートがまた点滅するわけですよ。もうダメだなと。ああ、もう勝手に強制ロックスカットされて俺は退場させられると思ったんですよね。そうしたらですよ。そこをもうその最安値にして、7054円ですね。えー、反転をしていくわけですよね。まあ、だ当時付き合ってた彼女らも本当に土下座して謝りたいと思いますね。うん、彼女がいなかったら、今の 僕はなかったかもしれないですね。うん、だ死ぬ時にはね、死ぬ前とかにはね、えー、まあちょっと <laughs>、自分の資産のね、一部はなんかこう譲りたいなぐらい思ってるぐらいのお、まあ出来事もあったわけですよね。でそっから、今度はね、えー、震災ですよ。震災の時までまたね、こう横横で行ったり来たりを繰り返すわけですよね。で、震災の時には今度は石巻工場が被災してね、えー、その紙がないみたいな。 その石巻工場が被災するってことは、日本製紙の石巻工場ですよね。だ石巻がやられて、石巻工場が被災するわけですよ。で、そのね、最大のね、日本製紙の最大の工場がそこにあって、全部やられちゃうわけですよね。で、もう紙がないみたいな。で、パブル、パルプとかもね、えー、もう急落するし、まあ、電力会も急落するみたいな形で、もうやばかったんですよね。で、当時は本当に、あの電通でさえ、やばいと。あと日経ですよね。 日経もやばいみたいなことがもう本当に広がってますからね倒産するんじゃないかみたいな。でやっぱり紙がないからそのその伏せれないわけですよ。紙物が伏せれない。今みたいに ねえね日経とかもね、もう全部電子版に移行してますけども、今はまだ紙の時代ですから、その当時はね、もうするものがないんですよ。紙が出回ってない。そして広告もね、全部覚えてる人はね、いると思いますけど、a c ジ Japan みたいな形で、ライオンが出てきてね,ね、なんとかなんとかみたいな形でみんな踊り続けるみたいな、もう悪夢に出てきそうな、もうそんな状態だったわけですから、もう広告も出ない、紙もないってことで、日経もやばいぞみたいな。まあそれがこのちょうど、うん、リーマンショックを終えて、 てよううやく復活の機運ががあるところに東北震災が来たっていうですねもう本当に、まあ、株式投資家にとっても、まあ、日本経済にとっても一番、まあ、ダブルパンチで苦しい時代ですよね逆に言えばここを乗り越えてきたんだからもうこの後は大丈夫ですよ日本経済と。思いますあんなに苦しかったことありますか会社経営者よくこれ生き残れたなと。未だに不思議ですからね。だってうちはあの本業はね、えー、何やってるかっていうと会社経営者としては。 広告代理店やってるわけですよ。まあ、PR 会社ですね、えー。そんなイベントをね、手伝ったりとか、まあ、芸能人の記者会見イベントをしたりとか、あとはね、プレスリリースを打って、その世の中に、えーまあ、そのトレンドを広めていくみたいなね、バズを起こしたりとか。で、それが一切できなくなるわけですから。どうやって今思うと生き残ったのって思います、まあ。当時は必死だったのでね、まあ、雇用調整助成金とかも使わせていただいたと思います。うん、で、なんとか、まあ、最悪を、まあ、出してね。うん もうでも倒産するんじゃないかと思いますけどね。夜も眠れない日々を過ごして、そっからですよ。お安倍政権になって、えー、ね、追いもなんとか免れて、で、ギリのところで反転をしていくわけですよね。で、ここで僕は天狗になることをやめたんですね。つまり、あ、これって、うぬぼれてたら株式投資、ね、命取られるなと。玉取られるなと思ったんですよね。で、自分に欠けてるものはね、決定的に分かったんですよ。この時に。技術が絶えないってことですね。うん やっぱり、えー、銘柄をしてるだけでもダメ。ファンダメンタルズの分析ができるだけでもダメ。チャートの分析方法をしてるだけでもダメなんですよ。もっと根本的な技術の部分ですよね。それは心得であったりとか、心の持ちようとかね、えー、だったりとか、自分の抑制ですよね。欲望の抑制方法とか。そして、まあ、足りないも,ものをたる、たるを知るっていうんですかね、えー。そこをちゃんと磨いていくっていう謙虚になるっていうことですよね。おごらない。そして天狗にならない。と自分を過信しすぎない。と これが徹底されたんですよね。この恐怖を持ってリーマンショックのね、IT バブル崩壊後のリーマンショックを経験することによって、それを経験しましたで。本当に破産寸前まで追い込まれましたから、でそこからさらにもう一度当時読んだ100冊以上の本をでもよ、了承が分かってるわけですからね、読み返して、当時線を引いたところじゃないところが、あ、なるほどこういうことなんだってことに気づき始めるんですよ。あ当時線を引いたところと全然違うところが、 良いこと書かれてるなと、うん。で、もちろんね、えー、そこから復活をしていくために、もう一度ゼロからやり直そうと。株式投資にね、向き合ってね。で、も信用取引ももうそこからしないと。まあ、その限定的にするってことを決めたわけですよね。で、現物だけで、えー、取引を基本的には開始をして、で、アビロミクスが始まって、国々のアビロミクスがすごかったんですよね。まあ、もちろん損切りをしなかったので、えー、その時はね、うん、損切りをしなかったんですよ 僕はそのリーマンショック後そして、えー、震災のね時の大きな株安の時もですね、まあ、もちろん下銘柄もありますけども基本的には、えー、ほぼほぼしなかったですねでそこから戻ってきてその含み損がどん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 アベノミックスなんて減っていくわけですよね、うん、いやー嬉しかったですねでさらにその種性をね、えーまあ、自分の技術を磨いていこうと決めましたので、ね、しっかりと技術検証しながら 株式投資を始めていきますでこれによってそのアベノミクスの中で、えー、どん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 含み益が増えていってしかも含みゾーンをねどん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 回復をしていってそして本当に自分と向き合いながら確かな技術でトレードをすることになったのでそれによるですね利益も爆増していってっていう形でここからですね一気に2億3億3億5千万という形で、えー、自分の資産が 爆増していって、最終的には5億円になって、そして、えー、今回のね、株高で6億円になったということになっています。まあこ、超ね、短く話しましたけども、実際にはね、えー、これぐらいのその苦労とか失敗とかね、を経験してるんだと。そして、なぜアベノミクスでね、えー、3.5億円から4億円近くのですね、資産が築けたかっていうと、これはね、えー、もう本音を話すと、それまでの経験が長かったからなんですよね。 その時にたくさんの失敗、成功、それでバッターボックスに立ってますよね。そして大きな間違いも犯して、犯してます。うん、で、自分に耐えないことにもようやく気づき始めたのが、この経験があったからなんですよね。小泉政権の時のですね、約8年間ぐらいのですね。で、もちろんそこでね、まあもちろん種線も増やしていきました。含み棒も大きくなりましたけども、まあアメノミクスになって一気にそれがね、長結になりましたからね。それがあったから、その経験を生かして、 て種線をさらに合計までででで持っていくこことができたんすすねねのアベノミクスにです、ね、だ今の僕の世代の投資家ってほとんどそういったプロセスを必ず踏んでます。うん、それが早いか遅いかぐらいですね。少なくとも安倍政権の前の小泉バブルの頃からやってる人はそこで大きく資産を崩してもしくは、ね、減らしてそこからアベノミクスで資産を奥に変えていったという人がほとんどなんじゃないかなと。 思いますね。皆さんもいろんな本を読んでると思いますが、大体そういった経緯だと思います。僕もごたぶにまれず、そういった経験をしてきたんですね。だから、やっぱりビキナの時っていうのは、まあ、繰り返しになりますけども、失敗するそのプロセスというのは決まってるんですよね。ほぼほぼ間違いないです。このプロセスで、えー、必ず、うー、お衣装まで行って、えー、このプロセスで必ず破産寸前になって、生き残る人はこういったプロセスで奥になるっていうのはもうわかります。絶対そのプロセスになります。うん。なので、 僕は先出しをして皆さんに伝えてると。だからそれが聞く耳を持ってないとなかなか、うん、腑に落ちないっていうことです。何言ってんだ、神岡みたいなね。えー、そんなこと言っもけ損なうんじゃないかと、やっぱ思っちゃう。なぜかというと、僕もね、えー、当時、今から24、45年前、そう思ってましたから。うん、だからまあ気持ちはわかります。で,でも僕も始まりビギナーの時は、あ、本当にね、えー、冗談のようの話ですけども、今はね、こんな風に講釈を垂れてますけども、えーねえー、例えば日本製鉄とかね、100、 で、えー、100株買うところ300株買っちゃってね、やばい間違えましたみたいな形で、カスタマーセンターに電話してましたからね、今の、お、役場間違っちゃったので取り消してもらえませんかみたいな。すいません、もうね、それは自己責任になりますし、カスタマーセンターではいかんともしがたいです。いや、でも、間違っちゃったんですよ、みたいなね。200株取り消してください、みたいな。いや、もう役場せるんでもう無理です、みたいな。マジでやってましたから、二十今から24年前とかね、若かったですよ、本当に。でもそういった経験を踏まえながら、まあ、そのお、長い年月をかけて、 自分と向き合って技術を高めて、そして、えー、そのね、時間とともに、資産をね、複利で増やしていって、6億円を達成すると。で焦る必要はないですよね。うん、僕は結構お、なんて言いますかね、直感力とか、あとはね、学ぶセンスですよね。あ、こういった、そのね、えー、本を読んで、あ、こっから、ここから再現性はこうやって読み取って、じゃこれとこれを組み合わせればね、えー、いけるじゃん、みたいな。っていうのを、その、道筋ですね、勝ち筋みたいなものを結構読み取るのが得意なんですよね。 うん、得意な方だと思っています、うん、皆様ね、僕のチャンネル聞いててもらうとそういうふうに思うと思うんですけども、再現性を見つけるとかね、うん、あとはその、メタ思考ですかねえ、より客観的に物事を俯瞰してみる力とかもね、結構あるんじゃないかなと思ってます。そんな僕でも、そのぐらいの失敗をしてきたということなんですね。株式投資は舐めたらあかんでよ、というのが、まあ、今日一番ね、言いたいことなんですけども、で、じゃあどうすれば、じゃあ僕,僕も含めてですけどね、いろんな投資家さんみたいに、えー、その、奥をね、 に資産を増やしていけるのかとそれをね、今日はね、えー、最後まとめとして、えー、冒頭で話した通り話していきたいと思うんですけども、ここからね、日本株で必ず起こり、その対策としてをしてですね、知っておくべき格言があります。僕が作った格言ですけどね。それはですね、一流の投資家は自分が一流であるという根拠を知ってるんですね。経験とか失敗から、 ねえー、自分が一流であるっていうその根拠、具体的な根拠を言語化できるわけですよ。うんまあ、これが大事ですね。一流の、うん。僕は一流だと言ったわけじゃないですよ。まあ、そういったふうに捉えてくださいということです。一流はどういうふうに、どこがその理由なのかと。で、二流の投資家は自分が一流ではないと知ってるんですよね。まだまだだと。まだまだ成長が足りないし、まだ油断すればあの時の失敗、あの時のお、ねえー、油断、 あの時の天狗になった自分をもう一度取り戻してしまうかもしれないと。だからまだまだ自分は謙虚じゃないといけないと。一流なんかまだまだそんなこと考えちゃダメだと。余ったれるなと。怖いと。うん、ふうに思ってるのが二流,あの,二流の投資家ですね、うん。まだまだ一流には至っていないと。じゃあ三流は何かというと、三流は自分が一流だと確信してるんですね。俺は一流だ。俺はできると。うん、で確信はそのままですね、過信とも置き換えられます。 で、相場が上昇しているときは、誰でも連勝、連勝に次ぐ連勝なんですよ。負ける投資家が少ないんだから当たり前ですよね。まあ、確率論の問題なので、うん、逆に今の上昇相場でね、もう完全に負けてますと。資産が減る一方ですという人は、相当センスがないか、持っている銘柄が相当少ないかのどっちかですね。うん、で、こういったね、えー、その経験が浅いのに、自分の能力を過信してし,しまった結果ですね、起こす行動のパターンというのはもう決まってるんですね。 これはもう避けて通れない、うん。このプロセスは。僕も経験してきましたし、他の今億を超えてる投資家様も,もみんなみんな経験してますから、皆さんも絶対に経験しますし、同じ道を歩みます。なので、絶対覚えてほしいのが、このね、リーマンショック級のですね、えー、大きな破壊の時に皆さんが資産を溶かして失わないようにですね、ぜひ知っておいてもらいたいのが、三流の投資家にならないということです。つまり、自分が一流だと確信しない、過信しないということなんですよね。 じゃあこの一流と三流何が違うかと。一流の投資家は自分が一流である根拠を知ってるんですよね。これが言語化できるって言いますよね。じゃあ皆さん、その今の成功してると思います。過信してるんであればね。それをちゃんと根拠を言語化して並べられますか。こうこうこうで、こうでこうだからこうなんだと。で、こうこう,こういう時はこうだからこうなったと。で、失敗はこうこうこうにリカバーできるからこうなんだと。それが全部、 原稿ができてるのであれば一流ですけども、仮に、うん、いや、安いところで買って高いところで売ったとかね、エヌビディアを買ったからですとか、あとね、今の半導体ブームの中で奥をね、えー、近づけるような資産が築けましたってなったら、それはたまたまですよね。運に近いと思います。うん。もちろん流れに乗った、その実力は認めますけども、やはりそれは、うん、三流だと言わざるを得ないかなと思います。月に、まあ、あの、愛されたと。 やっぱり、この差はすごく大きいですし、いずれ、この僕の話してることが、あ、ああの時神尾さんが言っ,てきた言ってきたことはこういうことだったのか、と、わかるとき来ますから、うん。その時にもう一度、この動画を見返してもらえたらいいなと思って、 います、うん。今日はね、長くなりましたけども、まあ、特別動画ということでね、こういったあ番組をお届けさせていただきました。でね、えー、来週皆さんに公開するう、ね、株式投資のビジネススクールですね、ドラゴンクラブではですね、まあ、別に YouTube はね、全くこれまでとお内容とかね、クオリティとか、出し惜しみせずう、ね、話していきたいと思っています、うん。こういった技術の話もちゃんとしますからね。ただ、それを、まあ、マンツーマンとかね、えー、そのズ、えームで、まあ、 仮想現実を使ってね、個別で教えてもらいたいとか、あとはそれを自分のタイミングでね、その動画スクールなのでね、自分の今体内技術とかを選んで、うん、短期間で体系的に学びたいって人はいると思うんですよね。そういった人のニーズに応えたいということになりますので、正直そういったニーズがなければ、YouTube で十分だと思います。本当に出し惜しみなく話してますから。で、今後も出し惜しみなく話していくつもりでいます。 なので、まあ、ビジネススクールもね、立ち上げますけども、お短期間で体系的にいい学びたいっていう人だけはね、興味を持ってもらえたらなと思ってますので、それだけはね、ご了承ください。ということで、今日は以上になります。高速で